すぐ腕引っ張られてね、なんか古い廃墟ビルのねエレベーターに乗せよう乗せようってしてくるんでね、手前おばちゃんとかがね1300円でまあ1回みたいなね、何が1回なのかはねそこはねもうちょっとね、これはグルメチャンネルなんでね、はいごめんなさい、ディープなんですよ、とにかくねもうディープ、台湾の西成みたいなとこなんですけど、うんうん美味しいわ、いやこれはうまいわ。台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですね MRT ロンシャンス4番出口から徒歩3分ぐらいですかね、視聴者さんから教えていただいた台湾風のねお粥が名物のお店に行きたいと思います。はい、ここがね MRT のねロンシャンスの4番出口ですね、地下街の出入り口になってますね。はい、でそこがねあの観光で有名なねロンシャンスー龍山寺ですね。でねここはねほんまもう ロンシャンスーといえばね、まあなんていうかね、まあ大阪で言うたら西成みたいなね、もう台湾の西成みたいなとこなんですけど、もうもはやもうアイリン地区かみたいなねところなんですけど、はい、もうねこんな風にねもうなんかもうなんやろう、ディープなんですよ、とにかくねもうディープ。はい、一回ね生配信やってほしいって言われたんですけどね、ちょっとほんまね危ないところがあるんですよ、なんかもうねなんやろ、沖屋街とかもあるし、なんかもう風俗のおばちゃんとかもう立ちんぼとかもねいっぱい立っててね、なんか歩く分にはいいんですけど、なんていうやろ、動画回してたらなんか怖い人とかが出てきそうなね、そんな街なので、はい、でね今日今から行くお店はなんかおかゆのお店らしいんですけど、まあ台湾のおかゆといえばねスープご飯なんですよね、おかゆというよりもなんかスープご飯みたいな感じでね、昔ね一回ね紹介したんですけどね、おかゆのお店ね、はい、あのダーチャオ島のね中にあるイエンサンイエスっていうね、あのそこもグルメ天国なんですけど台湾人たちしか知らないみたいなね。で大体ねそのおかゆのお店ってねホンシャオローっていうね、まあ台湾式とんかつみたいな、それと一緒に食べるお店が多いんですよ。で今日もまあ視聴者さんから教えてもらったのは、おかゆよりもむしろそのホンシャオローね、台湾式とんかつが美味しいお店があるってね教えてもらったんですよね。うわ見てここも、ここもなんかローカルやね、美味しそうやな、うん、で一応ね今日おかゆなんで、もしね食べ終わってお腹に余裕があれば、この近所にねミシュランビブグルマン獲得したねコンローファンのお店あるんですよ、半年前ぐらいに紹介してるんですけど1回ね。でそこねルーローファンもあるんですよね。でまあそのルーローファンマイスターの僕としては、ルーローファンも食べときたいなって思うんで、もしねこの今から行くおかゆ食べた後にお腹に余裕があればね、そのミシュランビブグルマン獲得のコンローファンのお店のルーローファンもね食べに行きたいなと思います。はい、だから今日はね余裕があればはしごをしますわ。はい、さあさあこの辺かな。いやもうねロンシャンスーはマジでディープなんでね、もう油断してたらね、あの女性は大丈夫やと思うんですけど、男はね油断してたらほんまねすぐ腕引っ張られてね、なんか古い廃墟ビルのねエレベーターに乗せよう乗せようってしてくるんでね、手前おばちゃんとかがね、こうマジやからね、僕多分5回ぐらいね腕掴まれてね強引にエレベーターまで連れてかれたことあるわ。あここかな、ここっぽいな、あーここやここや。はい、着きました。ここですね、ここが視聴者さんがね教えてくれたねおかゆのお店なんですけどね、ホンシャオローって言ってね、台湾式とんかつが美味しいお店みたいですね。ピークを外してきたんやけど満席じゃない、ほぼすごいな。ここ大人気のお店やね、あの Google のね Google マップの口コミもね2000件以上あったんですよね。じゃあ行きたいと思います。うわすごいなこれ。あーシェ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 、はいシェシェ。じゃあこれねここテーブルがね2番なんで、まずねこのねここにね2って書きます。はい、相席ですね。店内はねほらもう満席やで、すごいね。もう1時半ぐらいなんやけどね、メニューがねこれ写真付きでくれたわね、メニューこんな感じ。あちゃんと日本語書いてるわ、ほらおかゆ、鶏肉とかほらイカとか、カイラン、あカイランね、これジェランって言って、まあ中国え何やろ、チャイニーズブロッコリーとか言われたりしますけど、香港でこれよく食べた、これうまいんですよね。あ後ろにもいろいろあるわ、ほら、すごいすごい。
よっしゃ、じゃあとりあえずね、このお粥やね、これもらおうか。これお粥どこにあるの？全部渡す。あー、オッケー。1種類だけ。オッケー。はい、これは多分ね、お粥はもう自動的に来るんやわ。だからおかずを選んだよね。とりあえずこのチャオパイって看板メニューね、この本社おろね、これをじゃあこれ1個ね。はい、ほんでこれね、これもらおう。この海南菜これね。はい、でこれタケノコあるんかな。タケノコもらおうかな。これね、タケノコ、これサラダかな。これとあとはそうやな、やっぱり心が好きなんでね、この豚肉の心もらおうかな。これね、はい、じゃあこれでいきましょう。はい、先生、今ない。夏だけね。はい、じゃあよ、あ、じゃあこれ、はい、先生。うわ、ちょっと見てこれ、ほらおかゆ15元やって、めっちゃ安いな。うわ、ここのお店めっちゃ安いわ。これは人気なのがわかるわ。やばいね、おかゆ1杯15元やって50円ぐらいやで。よっしゃ、ほな食べていくで。肉がゆ1杯50円の衝撃。はい、じゃあね、改めましてね、今日はね、視聴者さんから教えていただいたおかゆのね、お店にね、来てます。いやー、すごいね、ちょっとね、いろいろ注文してしまいましたけど、これがね、名物のおかゆです。15元です、50円ですね。じゃあ早速食べていきたいと思います。こんな感じでね、台湾のおかゆはね、なんかスープご飯みたいな感じなんですね。いただきます。美味しいわ。フライドエシャロットがね、入っててね、香ばしくてうまいね。美味しい。なんか結構味濃いね。台湾ってスープとかがすごい薄味の文化やけど、これおかゆは結構ね、しっかり味がついてる。これは日本人の口にめっちゃ合うと思うわ。これ肉がゆなんでね、お肉が入ってますね。これお肉めっちゃうまいわ。あのね、片栗粉で揚げてあるから、周りがなんていうの、ぷよぷよというか、もちもちというかね、プルプルもちもちか、片栗粉で揚げてあるんでね。わ、これ美味しいわ。じゃあね、これが一応ね、看板メニューのね、本社おろうですね。まあ台湾式のとんかつですね。一回ね、ダーチャオ等でね、紹介したあのローカル市場の中にあるとこね、あそこの多分ね、コメントで教えてもらったんじゃないかな、ここのお店ね。いただきます。めっちゃうまいわ、これ。ここの本社おろうはね、周りの衣がね、サクサクやね。いや、今までもね、本社おろういろんなところで食べたけど、こんなにサクサクカリカリなね、本社おろう初めてや。これはうまいわ。これは唯一無二やね。ここでしか食べれないと思う。いや、これ、針生姜と一緒にね。美味しいわ。いや、これはうまいわ。普通本社おろうって言ったら衣が赤いんですよ。だから本社おろうって言うんやけど、ここの赤くないね。なんかね、タレがあったんで、ちょっとタレつけてみる。あ、これはうまい。味噌ダレやね、甘味噌ダレやね。辛の針生姜、美味しいわ。これは名物なのがうなずけるね。じゃあね、これはズーシンって言ってね、豚の心やね。もう見るからに新鮮やね。これも多分この味噌ダレつけようかな。はい、いただきます。
うまいわ、めっちゃ新鮮やね。これはね、針生姜が合うわ。針生姜と一緒にね。おいしい。結構量もたっぷり入ってるね。っていうかここ注文してからマジで1分ぐらいでこれ全部来たからね。仕事が早い。じゃあこれね、ズーシンとおかゆね。合うわ。これはね、お酒のあてかおかゆやね。白ご飯とは違うわ。おかゆと食うたらやっぱめっちゃうまいね。じゃあこれね、海南菜って言ってね、香港でよく食べたわ。うん、久しぶりに食べる。これ台湾で初めて見たかもね。いただきます。うん、おいしい。海南はね、この芯がうまいんですよ。なんかチャイニーズブロッコリーっていうだけあって、あのヨーロッパとかで食べるブロッコリーにね似てる。うん、歯ごたえシャキシャキでほろ苦くてね、おいしいわ。こんだけ緑やから栄養価も高いんじゃない、知らんけど。おいしい。これタレがね、甘辛くてうまいわ。うん、辛のおかゆ。うん、いやおいしいな。なんか中国の朝ごはんって感じやね。じゃあこれね、マコモダケって言ってたかな。まあタケノコなんやと思うけど、あの夏のねタケノコはちょっと売り切れてたわ。夏のタケノコがうまいんやけどね、台湾タケノコうまいんですよね。あの一回ね、昔うどん屋さんで食べたねタケノコが絶品やったんで、はい、それ一回紹介してますけど、はい、いただきます。あ、うん、普通。これはまあ普通かな。で、このね、台湾のマヨネーズはね、カスタードクリームみたいな感じなんやけど、タケノコと食べるときはね、美味しいんですよ。うん、うまいうまい。これはね、タケノコと食べるときだけは、この台湾式のね、カスタードマヨネーズが合うんよね。甘くて美味しい。うん、うまいわ。じゃあね、名物のホンシャオローとおかゆね。うまいわ。これホンシャオローがマジでうまいな。こんなにサクサクなん初めてや。マジでね、鶏の唐揚げみたい。マジで、うん、サクサクやね。いや、ここのお店に鶏の唐揚げ作らせたらマジでうまいんじゃないかな。通信新鮮やわ。はい、完食しましたね。おかずもね、全部きれいにね、完食しましたよ。あのね、おかゆ自体はね、量が少ないんでね、これ見てたらね、皆さんね、おかわりしに行ってるわ。いやー、美味しかったね。15元やで、おかゆ、肉がゆ。50円ぐらいかな。で、やっぱね、ホンシャオロー、看板メニューのね、台湾式とんかつがマジでうまかった。これはもう唐揚げやね。うん、サクサクやね。うん、他のおかずもね、美味しかったですわ。はい。またこれね、いいとこ紹介してもらった、ほんとね。いやー、ありがたいですね。じゃあね、まだね、食べれそうなんで、さっき言ってたみたいにね、ミシュランビブグルマン獲得したコンローファンのお店がすぐそこあるんで、そこのね、ルーローファンだけね、食べに行きたいと思います。今日もありがとう、ごちそうさま。はい、食べてきましたね。じゃあ次ね、ルーローファン食べに行きたいと思います。あのね、今ね食べ終わってね、お愛想したんですけどね、気泡が1個ありますわ。おかゆは15元で安かっただけどね、後のおかず全部高かったわ。お愛想したらね、225元やった。マジかと。おかゆ食うて225元はちょっと高いね。メニューね、壁に書いてあったけど、あれなんかちゃんとした値段じゃなかったわ。あのタケノコあったでしょ、あれ60元したんですよ。で、ホンシャオロね、壁には27元って書いてたけど50元したし、あとズーシンね、豚の心もの30元って書いてたけど、あれ60元やったんですよ。ちょっと高すぎやね。あの台北駅のね、90円のルーローファンめっちゃ美味しいとこね、紹介したでしょ。69年のラオディエンのとこね、あそこのズーシン20元やったからね。いやー、ちょっとね、値段がちょっと高すぎるわ。あっこ、あ、ちょっとがっかりやな。味は美味しかったけどね。はい。で、今ね、これね、まっすぐ道歩いてるじゃないですか。そしたらまあ着くんですけど、これね、道路挟んで、あっちね、あっちの道路、
あそこにね、ものすごい立ちんぼのね、女の子が立ってる。で、なんやろ、僕の友達行ったらしいんですけど、まあ1300元やったらしいですね。1300元で、まあ1回みたいなね。何が1回なのかはね、そこはね、もうちょっとね、これはグルメチャンネルなんでね、はい、ごめんなさい。いやだからね、そういうところをね、スタビライザー持って iPhone で動画撮りながら歩いてたら、あんま良くないと思うんですよね。だから、まあロンサンス生ライブね、やりたいなと思うけどね、すごいディープなとこあるんでね、ちょっと危険かなみたいなね。ただ歩く分には大丈夫なんだよね。台湾は治安がいいんでね、はい。これね、もうずっとまっすぐ行ったところにあるんでね。ちなみにその半年前ぐらいに紹介したけどね、今から行くミシュランビブグルマン獲得したコンローファンの店ね、豚角煮飯のお店ね、コンローファンはマジでめっちゃうまかったわ。本当に今まで食うた中で1位か2位を争うね、あっこのコンローファンは、豚角煮飯はね、うん、マジでうまかった。やっぱミシュランはね、すごいなって思うわ。まあ時々ね、ミシュランでもね、ハズレあるけどね、マジでみたいな。まあそれはね、それはもう個人の好みが仕方がないと思うんですよ。僕のチャンネルでもね、そうですけどね、こんなん言うたら、僕がこんなん言ったら元も子もないけど、やっぱりね、僕が三つ星つけたからってね、ある人が食べればね、星ゼロって言うかもしれないから、本当に、はい。で、逆に僕がうわ一つ星やって言ったやつがね、なんでこれ三つ星やんって言う人だっておるからね。それはもう人間なんでね。いやー、これ観光始まったら楽しみやな。今ね、どんどん皆さん、視聴者さんも増えてきてね、楽しみにしてくれてる方が増えてきてね、その人たちが観光に来てね、僕が紹介したお店とか行ってくれたらね、どういう反応すんのかなみたいなね、それがすごく今から楽しみですわ。いやー、早くねコロナ終わってね、観光できるようになったらいいんやけどな。本当にもうすぐかな、はい、もうすぐそこやね。ちなみにね、ここね、行ったところにね、このチャンネルで唯一星ゼロにしたね、サンウェイ食堂って言ってね、お寿司屋さんがありますわ。はい、まああれお寿司って言いたくない、マジで。あれはお寿司って名乗らんでほしい、本当に心の底から。まあね、後から知ったんやけど、あれ韓国人向けらしいんですよね。それやったらまあ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 って感じやけどね。そのデカネタで有名なんですけどね。まあ概要欄にね載せとくんでね、またよかったら見てください。もう最悪なんで、もう最悪なんで。多分この辺かな、なんかね立派なお寺が隣にあるんですよ。でその立派なお寺の隣にコンローファンが名物のねお店があるんですよね、ミシュランビブ。あ、ほらほらほら、これね、ほらお寺があるでしょ、ほらね、ここここここやわ、ここです。うわ久々に来たな。ほらここがね、ミシュランビブグルマン獲得のねコンローファンの名物のお店ですね。はい、もうこのね道路の外で食べるみたいなね、いいね。これこれこれ、これがね、これがうまいんよ、これがね。じゃあこれネイヨーで食べたい。不敗数ネイヨー、ルーローファン、ジャーダン、シェシェ。じゃあね、ルーローファンとね、煮卵を注文したんでね、まあ、ルーローファンを注文したら煮卵絶対食べないとダメなんでね。じゃあ待ちましょうか。はい、来ましたね、ルーローファン。おー、結構ね、脂身タイプのルーローでね、たっぷり乗ってるわ。あとキュウリのね、多分これ甘酸っぱいお漬物やと思うんやけど、いっぱい乗ってるね。はい、あ、そうそう、甘酸っぱい、このねコンローファンのお弁当に載ってたわ。このキュウリの漬物うまいんですよ。あとね、ジャーダン煮卵ね、これね、もうルーローファンと煮卵はもう絶対一緒に食べないとダメなんですよ。ルールなんですよ、決まってるんですよ、太古の昔からね。はい、じゃあね、食べていきたいと思います。じゃあルーローファンからいただきます。ほらめっちゃ脂身トロトロタイプやね。キュウリ美味しいわ。いやまあね、コンローファンがめっちゃうまかったからね、美味しいやろなってのは分かってたけどね。美味しい。でもここね、コンローファンもそうなんやけど、ちょっとだけ癖があるんよ。八角なのかウーシャンファンっていうやつなのかわからないんやけど、ちょっとねチャイニーズ系のね、中華系のスパイスの癖がほんのちょっとあるかな。キュウリがうまいよね。じゃあね、煮卵ね、美味しいわ。まあでもね、コンローファンほどの感激はないね、正直ね。そんな飛び抜けて美味しいってわけじゃなく、普通に美味しいって感じかな。コンローファンは飛び抜けてうまいんやけどね、ここね。
じゃあね、ちょっとねゆっくり食べていきたいと思います。まあまあルーローファンずっと気になってたんでね、食べれてよかったですわ。はい、じゃあね、今日のメインはね、肉がゆのお店なんでね、あそこのまとめいきたいと思います。はいはい、食べてきました。名物のロウジョウ、肉がゆは15元、約50円と激安。台湾のおかゆはおかゆというよりもスープご飯という感じですかね。だしがしっかり効いていてサラサラでサッと食えるので、地元の台湾人たちは皆さん必ずおかわりされてましたね。おかわりしたとて100円、激安。看板メニューの本シャオローは50元、約180円。衣がサクサクでもはやカラッと揚がった鶏の唐揚げでしたね。ズーシン、豚の心のシャオタイは60元、約210円。新鮮でめちゃくちゃ美味しかったけど、60元はちょっと高いわ。急にどないしてん。ジエランツァイは40元、約140円。ブロッコリーニのような歯ごたえがあってほろ苦くて美味しい。パイスワン、タケノコのシャオタイは60元、約210円。これもちょい高いな。おい、でもこの台湾風マヨネーズと食べると非常に美味しかったです。全部合わせて225元、約810円。なんやかんやで割といったな。おかゆで200元超えるのはちょっとな。今回は二つ星、安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。